家庭菜園ライフ、三鷹市で菜園を楽しんでいる高畑です。今日は雑草は捨てるなというテーマで、雑草をうまく活用した冬野菜の栽培方法についてご紹介していきます。放置していますと秋冬も雑草取りが大変だったり、来年の春に落ちた種から雑草が生えることがあります。しかしある程度畑を管理している場合は、そこまで冬場の雑草を毛嫌いする必要はありません。私はこの雑草を種類ごとにうまく活用した方法を個人的に行っていますので、それを今回はご紹介していきます。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧ください。雑草の量がコントロールできる方がやりやすい方法になりますので、その点は注意してみてください。今回の方法は、現在生えている雑草を無理に取らずに冬越しの資材のように使っていく方法です。では実際に種類ごとにやっていきましょう。それではご紹介していきます。一つ目は、背丈があまり伸びない平たい雑草を利用する方法です。ほとんどの場合このような雑草が多いと思いますが、これを無理に取らずに風や霜対策として活用していく方法です。こちらをご覧ください。通路部分に雑草がたくさん生えていますが、寒くなってきたので弱々しく、抜こうと思えば10分ほどで全て抜くことができますが、これをあえて残しておきたいと思います。冬になるともうこれ以上成長しません。この状態で冬越しすることになります。そうしますと、今現在ある意味でこうマルチの草マルチのようにこう覆われている状態です。ということで霜が降りることがほとんどありません。ビニールのマルチ以外に、その外でもこう草のマルチがあるということで防寒対策に役立ちます。また根が張っていますので水持ちもいい状態になります。マルチで栽培している方は水やりは全くいりませんが、マルチがない場合はやはり乾燥することがあります。雑草があるだけで水持ちが良くなり、水やりが必要なくなります。冬場の水やりは非常に難しく、やりすぎてしまうと凍結したり霜柱が立ってしまうことがありますので、水やりをしない方法を検討してみてください。2月中旬以降過ぎますと、関東の場合は気温が上昇し始めます。そこまで雑草が残っていた場合は、ここで雑草の撤去作業をしていきましょう。暖かくなってから雑草を取り、その抜いた雑草はそのまま土の上にかぶせるようにすると、そのまま朽ちていきますので土に還元されるということになります。それをすき込むとまた土壌改善にもなりますので、しっかり畑の雑草をコントロールできる方はやってみてください。続いて、イネ科の雑草の利用方法です。イネ科の雑草は繁殖力も高く、根や茎が硬いので雑草処理も少し大変な部分があります。しかし管理できていれば、イネ科の雑草というのは野菜作りにはいい資材になりますので、その方法をやってみたいと思います。こちらを見てください。このようにこのイネ科の雑草はご覧の通りカットしている状況です。背丈が伸びたら藁のようにカットして使うことができます。ちょっとやってみます。このようにまとめてですね、根元で切ってしまいます。これを野菜の株元などに敷けば防風対策、霜対策になります。では実際に敷いてみます。こちらのそら豆をご覧ください。このようにそら豆やスナップエンドウ、玉ねぎ、ニンニクなどもいいと思いますが、株元にこのイネ科の雑草を敷いてみます。イチゴであればクラウンを守るためにやっても構いません。では置いてみます。まず15センチくらいに切ってしまいます。そして穴の中に差し込みます。やがて乾燥して藁と同様になります。はい、出来上がりました。このようにやってみてください。たくさんある場合は干してからやっても構いませんので、このようにカットして藁のように使ってみましょう。ちなみに
イネ科の雑草の種は非常に分かりやすく、稲や麦のようにたくさん種ができます。冬場になるとこの青い状態でしたらそのまま朽ちてしまいますので種が落ちることがありませんが、このように実際に種ができてしまう場合もあります。気になる方はこの部分だけ捨ててみてください。ただ先ほどの通り管理できている方は多少このような種が落ちても問題がないと思いますので、気にならない方はわざわざこの部分だけ捨てるということをしなくてもいいと思います。続いてこちらは逆に残しておくと背丈が大きくなりすぎたり春に影響が出てしまう雑草です。キク科のタンポポ属やアザミ属、これらの雑草は見つけたら除去するようにしましょう。直根性なので非常に根が深く入り込み次の春にも影響が出てきます。また遠立ちするとアブラムシが付着したりしますので、そのまま放置しておきますと少し悪影響が出る可能性があります。早めに見つけて除去するようにしましょう。こちらをご覧ください。雑草の名前が完全に一致していないかもしれませんが、おそらくアザミ属の雑草だと思います。非常に葉が広く展開して根もかなり深く入っていると思います。また厄介なのは葉にアブラムシがたくさんついていますので繁殖していく可能性があります。こういうものは早めに除去していきましょう。それでは雑草の駆除をやっています。私はこのような雑草取りに便利な資材でやっています。これは鍵爪のようになっていまして深く差し込んで根っこごと切断するのに便利です。しかし先ほどのアザミのように大きな雑草には向きませんが、小さい雑草でしたら簡単に抜けますので根っこごと切断したいものには使ってみてください。特に杉菜などを除去するときには便利だと思います。それでは試しに使ってみます。この雑草を抜いてみましょう。根をこう確認します。そして挟み込むように入れてというふうに引き抜きます。この刃に引っかかるような感じで抜くことができます。鎌でやりますと上の刃の部分だけ刈り取ることになりますが、このように根っこごと抜くことができますので杉菜のように根が厄介な雑草には非常に有効です。ではこちらのアザミを抜いていきましょう。このように直根性の雑草は下手すると背丈と同じくらい下に根っこが伸びている可能性があります。ですのでスコップや移植ごてで掘り起こして抜いていきましょう。では実際に抜いてみます。株元にスコップを差し込みます。これで20センチくらい差し込みました。反対側も差し込みます。できる限り根を抜きたいのでこのような方法をやってみてください。おっとっとちょっと切れちゃいましたけれども、こんなに太い根が張っています。根が少し残っていないか掘ってみましょう。この部分ですね、折れちゃったな。多分これくらいあると思います。全部抜くのは無理だと思いますが、可能な限り根を残さずに除去しておくと、今後の雑草管理が楽になると思います。かなり深いところまでは除去できているようなのでこれで問題ないと思います。ということで、このようにキク科のアザミ属やタンポポ属の雑草はしっかりと冬場も雑草を取っていきましょう。ここにまだ背丈が伸びていないアザミがあります。こういうものを早めに取っておきます。では先ほどご紹介した雑草取りのこの資材でやってみます。はい、抜き終わりました。まだそんなには根は張っていませんでした。それでもこれだけ根が張り始めています。早めに抜いてみてください。こちらの雑草取りの資材は概要欄にもリンクを載せておきますので雑草取りで困っている方は使ってみてください。それでは先ほどのイネ科の雑草を抜いてみます。いくつかに分かれてますね。このように根を切断していくとイネ科の雑草でも簡単に抜けます。今日ご紹介した方法ではなく雑草はやはり生やしたくないなという方はこのような道具を活用してみてください。それでは質問に回答していきます。こちらの堆肥科の動画にコメントをいただきました。分解を遅らせるというのはどういうことですかという質問です。
この動画では私がやっている雑草や残草を畝間に撒いてマルチの代わりや雑草防止にしたり最終的に土にすき込んで土壌を改良するという動画をご紹介しました。ご質問をいただいた分解を遅らせるということはそのまま雑草や残草を放置しておくと雑草をひっくり返したりするよりも早く分解されるのでなるべく長く分解させたいのでそのような説明の仕方をいたしました。一番早く分解する方法は土に埋めることですが残草を定期的に移動させたりするとゆっくりなだらかに分解していきますのでぜひ試してみてください。今日は冬場の雑草は捨てないでというテーマで雑草の活用方法をご紹介いたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。